ジアーナ級防護巡洋艦は、ロシア帝国海軍の防護巡洋艦の艦級。1890年代後半に、本艦級の艦船が3隻建造された。その中の1隻であるアブロウラは2021年現在、サンクトペテルブルクのネバ川下藩に記念艦として、渓流保存されている。ロシア帝国海軍は、当時、 巡洋艦を極東での通称破壊のために運用することを想定して建造を計画していた。そのため、イギリス海軍のアポロ級及びアストリア級を含む外国の防護巡洋艦の性能を検討してから国内での設計を進めることに決定した。ジアーナ級の走行は当時としてはまだ軽装であったが、それ以前のロシアの巡洋艦の設計と比較すると大幅な改善となっていた。 ジアーナ級防護巡洋艦は、バルト海艦隊の強化を目的として、サンクトペテルブルクのアドミラルティゾー戦所にて建設された。ジアーナとパルラーダの機構は1895年12月に、アブローラの機構は1897年6月に行われた。1901年の終わりに収益した直後、ジアーナとパルラーダは、太平洋戦隊で運用するために、旅順に配備された。 1904年から1905年の日露戦争では、ジアーナ級防護巡洋艦3隻すべてが戦闘に参加したが、大きな成果は上げらず、パルラーダが日本に捕獲され、津軽として大日本帝国海軍に収益した。第一次世界大戦では、ジアーナとアブローラはロシアのバルチック艦隊に所属した。アブローラは、その後、 ロシアの10月革命の開始とされる砲撃を行ったことで名声を博した。ありがとうございます。